平野紫陽驚きの新 CM 決定から未知の展開へ、2024年、ファンを興奮させる、恩返しと、再会の舞台裏に迫る。こんにちは、エンタメ愛好者の皆さん、SMTV からのお知らせです。現在、滝沢秀明氏に所属し、引き続き絶大な支持を誇るナンバーアイ、平野紫陽さん。彼の勢いはまだまだ収まる気配がありません。なんと、 新しい CM のオファーが届いているとの情報も飛び込んできました。さらには、かつてのメンバーである長瀬れさんとの再会の噂も浮上中です。今回は、長瀬廉さんとの再会と、新たに舞い込んだ CM オファーに焦点を当て、平野さんがこれまでに出演した CM についても振り返ってみましょう。12月19日に発売された女性セブで、キング・ア・プリンスの高橋海人さんと有村勝さんの熱愛が報じられました。 今やトップアイドルと人気女優の交際報道は一大ニュースとなりましたが、興味深いことに、女性ファンの中には肯定的に捉える人も多かったようです。しかし、時間が経つにつれ、高橋さんが2022年の冬に有村さんと同じマンションに引っ越したことが、キプ分裂の始まりとなったとの見方も浮上しています。2022年11月4日には、平野さんと神宮寺優太さん、岸優太さんの金プリ団体が発表され、 その後2023年5月22日に3人はグループを離れ、平野さんと神宮さんはジャニーズ事務所を去りました。大所吉さんは9月30日に対処し、その後キンプリは高橋さんと長瀬恬さんの2人体制となり、滝沢秀明式にバイトでナンバーアーを結成しました。分裂以降、キンプリとナンバーアのメンバーは一切共演していません。 しかし、中でも注目すべきは、2024年2月に平野さんと長瀬さんが隣に並ぶ姿が見られる可能性があるという情報です。これは大会を果たす可能性があるとの噂もあり、ファンたちは期待と興奮の入り混じった気持ちでその行方を見守っています。さらに、日本国内で上映された映画や放送されたドラマに出演した俳優が表彰されるエランドール賞の新人賞候補に、 平野さんと長瀬さんの名前が挙がっています。この賞は優れた俳優かつ将来が期待できる人に贈られるもので、例年2月上旬に行われます。平野さんは TBS 系ドラマ、クロサギで主演を務め、一方の長瀬さんは TBS 系の日曜劇場、ラストマン全問の捜査官や主演演が皇帝遊戯などでノミネートされています。もしも二人が受賞することになれば、その舞台での顔合わせが実現する可能性も高まります。 俳優としての評価が高い二人の活躍に期待が高まりますね。今回の新 CM や再開の噂、そして賞の受賞候補となっていることなど、平野潮さんの2024年は非常に注目度が高いものとなりそうです。彼の未知の展開にファンは胸躍らせています。これからの動向にますます期待が膨らむばかりですね。エンターテイメントの舞台裏に迫る SMTV からのお知らせ。12月24日。 滝沢秀明氏に所属し、引きにバイトの三宅さん、北山さん、神宮寺裕太さん、岸裕太さんのグループ、ナンバーアイ。彼らのハワイ旅行に密着した特別番組が年末年始にかけて全4回放送されました。その豊富なプライベート映像は、ファンにとってクリスマスプレゼント以上の価値がありました。新年を迎えるにあたり、ナンバーアイは1月にデジタルシングルを配信リリースし、 世界展開に向けた新たな動きが予定されています。そして3月には東京ドームでのコンサートも決定し、4日間にわたって熱狂の舞台が繰り広げられる予定です。事務所の発足からわずか1年での東京ドーム公演は、まさに彼らの勢いの現れと言えそうです。このグループの中で特に注目を集めているのが、平野紫耀さん。彼のインスタグラムのフォロワーは400万人を超え、 SNS での関連ワードのトレンド入りは日常茶飯事となっています。そして、新たなオファーが平野さんに舞い込んでいます。それは、国内の大手ビールメーカーのお酒の CM への出演。さらに、人気お笑い芸人との共演も予定され、1月上旬には撮影が行われる予定です。平野さんはかつて金プリ在籍中に多くの CM に出演しており、その中でも特に印象的な作品を振り返ってみましょう。 2019年から2023年までの歴代 CM は様々なキャラクターで彩られています。例えば、青春ゾンビ編やラグビー東京2020編、そして夏を楽しむ男としての彼の姿が印象深いものとなっています。これからの新 CM での彼の活躍には、どんな新しい一面が見られるのでしょうかまた、豊かな冒険が続く2024年、ナンバーアイの未知の展開にファンは期待と興奮を募らせています。 新たな年に向けて、平野潮さんの活躍から目が離せませんね。